日本電産の大幅減益、どうなるこんばんは。ふくりで増えるです。今回のテーマは、日本電産、株価予想です。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、企業分析。2、決算分析。3、株価予想。この順で動画を進めていきます。まずは、日本電産の企業分析から、 日本連産は世界トップの総合モーターメーカー精密小型モーター中大型モーター車載部品金型税形加工部品計測装置高額部品などの製造販売を行っている企業です精密小型のスマホ向けバイブレーション用モーターからロボット用車載用 超大型のの産業システム向けのモータータままで幅広いラインナップがありますブラシレス DC モーター h d d 用小型精密モーターは世界トップを誇ります回るもの動くものをキーワードに社会のニーズに応える次の時代の駆動技術を創造しています世界のトップメーカーとして海外での売上高は8割を超え特に 中国とアメリカの割合が半数近くを占めます次いで日本グラフで見るとオレンジ色がその他の国々その後ドイツイタリアタイという構成品になっています1973年に創業後企業成長の原動力として早期より M&A を戦略的に活用してきた日本電産 日本電産の M&A は回るもの動くものに特化し技術販路を育て上げるために要する時間を買うという考え方に基づき行われていますその日本電産が1月24日に23年第三四半期決算を発表しました22年の4月から12月期の決算シーズンが始まったわけですが 主要企業のトップバッターである日本電産の決算には注目が集まっていました。ただ、先行きはやや不安な情勢です。今期23年3月期の純利益見通しを前期比56%減の600億円とし、従来予想である22%増の1650億円から大幅に下方修正しました。 過報酬成分のうち約7割が構造改革費用の形状によると言い,い、一過性の部分も大きいとはいえ、他の製造業の決算への警戒感が広がる可能性もあります。決算説明会で長森氏は、外部から来られた方が好き放題の経営をして負の遺産を作ったと述べ、22年9月に退社した 日産自動車出身の関前社長が統括していた社債事業についても言及しました。日本電産の今後の成長ドライバーとして期待されているのがその社債事業です。こちらは社債事業の四半期ごとの営業利益の推移を示したグラフです。全四半期である23年第2四半期は2四半期ぶりに社債事業が黒字化。 社債市場が回復基調にあることや、原材料高の価格転嫁の進捗に加え、EVO トラクションモーターシステムの順調な販売拡大などが、収益性好転の背景と言われました。しかしながら、今回の決算、10、12月期は、社債事業も大きく赤字に転換。暗雲が立ち込めています。実は日本電産、 2012年にも構造改革を行っているんですそれにより2013年3月期は純利益79億円と前年の5分の1にまで縮小その後は構造改革の成果もあり四半期ごとの営業利益は右肩上がりで上昇しました今回もその構造改革費用がき吉と出るのか創業50年の日本電産の今後に 注目が集まりまりすでは続いて日本電算の決算分析に移ります現時点での日本電産配当利回りは配当利回りとは現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか日本株平均2%以上を高配当株と判断した場合日本電産の配当利回りは0.98%です。 こちらは過去10年間の配当金の推移です。日本電産の配当政策は、安定配当を維持しながら、連結準利益額の状況に応じて、配当額の向上に取り組むと同時に、企業体質の一層の強化と、積極的な事業展開の促進に備えて内部留保を充実するとしており、昨年度の配当成功は27%ほどです。 続いて PER 株価収益率です株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標ですコロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断日本電産は68.4倍です続いて PBR 株価純資産倍率です株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標です今回は コロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場が乗れんブランド価値を高く評価している優良企業と判断日本電産は2.96倍です続いて売上成長率直近5年間で年何ト複利で売り上げが伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します 日本電産は9.8%です。続いて営業利益率。直近の年間決算の実績で、売上に対して営業利益は何だったか。7.2%以上であれば、日本株の平均以上と判断します。日本電産の営業利益率は8.94%。こちらは昨年22年3月期の実績ですが、 今期23年3月期の営業利益率は、業績予想ベースで5%です。続いて、営業利益の成長率です。直近5年間で年何トく利で営業利益が伸びているか。4%以上であれば、全世界経済の平均より伸びていると判断します。日本電産は4.1%です。次に生産性です。 従業員一人当たりの営業利益はいくらだったか。300万円以上であれば、日本株の平均以上と判断します。日本電産は149万円。前回の構造改革時の2013年は、一人当たりの生産性は16万円でしたが、そこから徐々に生産性も向上。しかしながら、平均と比べると生産性は高いとは言えません。 最後に ROE、自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか。企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です。10.6%以上を日本株の平均以上と判断。日本電算は11.4%です。続いて、日本電算のチャート分析に移ります。 直近半年の株価はジグザグしながら右肩下がり傾向。青の長期戦が抵抗線になっており、なかなか上へ抜けることができません。少し長いここ3年間はこのような推移になっています。コロナショックのあった2020年3月以降は株価は高値1万5千円まで上昇するも、その後現在はその半値ほどに。では、 上期はというと用事できる最大の期間で見ると日本電産の株価は2015年頃から右肩上がりですここまでを一旦まとめると日本電産は直近の株価はジグザグしながらも右肩下がり傾向青の長期寸が抵抗線になり上に抜けることができずにいます長期的には 2015年以降右肩上がり傾向世界トップのモーターメーカーとして創業50年の赤を落とすと発言した長森大成の今後に注目が集まりますということで日本電産の株価予想ですウェルの個人的な株価予想は7144円から6600円まで下がる と予想します。ごめんなさい。以上です。高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。ご運を。